全てを失った戦後日本で世界中を敵に回した男がいた。あんた昔海賊と言われてたんだってな。その男、国岡鉄三、誰よりも日本の未来を信じていた。油乗ってきたけ。しかし、 We'll be enemies。 あんたのとこには意地でも石油は回さんよ。日本人がおる限りこの国は再び立ち上がる。下を向いとう暇はない。はい、メジャーのやつらコテンパンにやっちゃろうやないの。嫁さんもらうんだよ。一緒に支え合う女房が必要なんやろ。おはよう。銀行が取引を中止したいと。どんなに苦しかことになってもメジャーに会社の価値を渡すだけにはいかん。メジャーと戦って勝てるとでも思ってるのか。イランとの取引を開始しようっちゅう思ってる。本気ですか。また全員を戦場に送り出すんですか。一応やってやろうやないか。なぜ男は海賊と呼ばれたのか。突っ込め。どけな気持ちだあいつだ。俺は選手の言ったことはやり遂げたいんだよ。海賊と呼ばれた男。